平野氏仕様が、とべ、合流前に開設していた個人事務所、株式会社仕様の実態。元キングプリンス以下、キンプリの平野仕様26が再始動して1ヶ月が過ぎた。7月7日に行われた YouTube 生配信で、同じく元キンプリの神宮寺ゆうたさんと共に、滝沢秀明さんの立ち上げた、とべ、に合流することを発表しました。 まだ具体的な芸能活動は始まっていませんが、インスタグラムも開設し、ファンとの交流を楽しんでいるようです。スポーツ上記者。個人事務所、株式会社仕様の実態8月中旬、そんな平野に関するワードが、突如 SNS でトレンド入り、何気なく SNS を見ていたら、株式会社仕様という言葉が目に入って、どうやら塩く君が、 自分の名前の会社を立ち上げたみたいなんです。会社の本店住所がアーティスト活動もしている弟リク君のアパレル会社と同じですし、この会社名ですから、仕く君の会社で間違いないと言われています。平野のファン、イカドう。今年6月に平野と神宮寺の、とべ、交流決定を掲載した、週刊女性、では、平野の個人事務所設立についても報じていた。さらに、 こんな噂も、潮君の会社の本店住所は平野兄弟が通っていたダンススクール、ファンクキットとも同じ場所なんです。リク君はここでインストラクターのアシスタントもしていますし、潮君もダンススクールをやるんじゃないかという話まで持ち上がっているんです。直接ダンスを教わることができるなんて夢みたいな話だけれど、 そこで、株式会社仕様の法人等規模を確認すると、とべ、への合流を発表した7月7日に、自身を代表取締役として確かに会社を設立していた。さらに取締役には仕様君のお母さんも名を連ねています。よ、テレビ局関係者。会社の目的には、一般的な芸能事務所でも見かける項目が並ぶ中、気になる箇所が、 ダンススクールダンススタジオの運営呼びダンスインストラクターの養成請及び派遣。と記載されているのだ。潮君は幼い頃からダンスを習っておりその実力は折り紙付き。金プリのリハーサルではダンスが苦手な長瀬廉さんに優しくアドバイスするなど教える能力も高いと言われています。将来的にダンススクールを開く可能性は十分あるでしょうね。 また、飛べ、では新人発掘のオーディションも行っていますから、飛べ JR たちへのレッスンをすることもあるかもしれません。前でテレビ局関係者、平野になろうえば一日版のダンサーになれるかも